どうも楽勝道場の平井と申します。どうぞよろしくお願いします。楽勝道場とは、己書を通して自己実現と、そして、個人の能力開発ということを、することを目指しております。まあ、その己書とは何かということなんですが、己書というのは筆を使って、そして筆というよりも筆ペンなんですが、まあ、筆ペンを使って、誰でも簡単に書ける文字を書く、まあ、これが、まあ、己書というものなんですが、この己書を通して自己実現を目指していくということをやっております。で、その自己実現、まあ、どういうような形で、その筆文字、要するに筆文字なんですが、筆文字を使ってどういうふうにして自己実現をしていくかということなんですが、まず、まあ、人というのは認められたいという欲求がありますよね。その認められたい、その欲求を満たしていくのがこの己書というものです。まあ、普通は自分のやりたいことをやってみる、その時にこれでもいいのかなと、どうかなということを迷うわけですね。で、これでもいいかどうかわからないから、まあ、普通にちょっとやってみようかなということがよくあると思いますが、まあ、この己書の場合は答えが、自分の書いたものが答えになるのです。ということは、まあ、普段こうしてるけどちょっとこうしてみようと、その時に自分が思った発想、まあ、それが答えになっていく。そして我々はそれを認めていくんです。この認められる、これ認めるということですね。そして認められるということ、まあ、これを通して人は素直になっていくんですね。そしてその素直になっていくということが、なぜかこう自己実現になっていくんですね。そしてこの素直になるということ、これがいろんな人の持っている力を引き出すんです。これが一つの能力開発という部分になってまいります。簡単に筆ペンを使う、そして筆ペンで字を書いていく、その行為、そしてそれをすることでいろんなことが見つかっていくわけです。で、ぜひともね、この己書というものを通して自己実現、そして能力開発を我々はやっていきたいと思っております。そして楽勝道場というのは、この筆文字だけではなくて、実は私自身が講談師をやっております。今言うた己書というものもそうですが、この講談もあまり知られていないです。講談というのは昔からある古典芸能なんですが、人もなかなか見たことあるという、聞いたことあるという人も少ないです。そういう人は見たことがない、知らん、でも実はこれは目の当たりにすると面白いんだよということを、我々は皆さんに投げかけていく、まあ、こういうこともしております。ぜひともまたよろしくお願いいたします。